カルバマゼピンは抗転換薬の一つである。日本ではテグレトールの商品名で発売され、適用は転換や三叉神経痛、双極性障害の相状態である。長らく転換や三叉神経痛の薬として使用されてきたが、1990年より双極性障害の相状態にも承認された。世界保健機構の風筆水薬品モデルリストにも、 収録されている。カルバマゼピンは1957年にシンドラー、ブラトナーラによって構成された。その後1963年にスイス、イギリスにおいて抗転換薬として発売され、1962年には酸素神経痛の発作抑制効果も発表された。日本では1966年以来転換治療薬、 三叉神経痛治療薬として広く使用されている。さらに転換に伴う興奮症状の改善をもたらすことが知られるようになり、1970年代に柴田、竹崎、花岡によって抗争作用が報告され、その後創病、創極性障害の相状態に対する治療効果が確認され、1990年に同向脳が追加承認された。 アルツハイマー病などの認知症の周辺症状、中でも抗精神病薬に反応しない精神病症状や焦燥性興奮に有効である報告がされている。なお、2013年の厚生労働省の認知症の周辺症状に対するガイドラインではカルバマゼピンは挙げられていない。脳神経、末梢神経細胞のナトリウムチャンネルを遮断することにより、 神経の興奮を抑制する。一般的に膜活動電位の立ち上がりが阻害されるため、神経細胞の複雑部分発作に効果があるとされており、側頭葉部分発作の特効薬ととして用いられている。カルバマゼピンに即効性はなく、効き始めるまでに一週間数週間かかる。定期的に血中濃度を測り治療有効域と中毒域を見極め維持量を決める。 投与初期はもともと低いクリアランスと代謝酵素の自己誘導が十分に発現していないため、血中濃度が著しく高値を示すことがあるが、投与3から4週間以降は投与量に比例した濃度になる。よって投与初期は血中濃度を確認しつつ全増する必要がある。定常状態になれば半減期は比較的長い。指摘血中濃度は一般的には4から 12G。 ミリリットルだが、9グラム以上は、中毒症状が出やすくなるため注意が必要である。カルバマゼピンは、過量投薬のリスクが高く、治療薬物モニタリングが必要である。サイプ 3A4 の代謝を誘導するため、他の抗生新薬との多くの薬物相互作用が発生する。バルプロ酸やラモトリギン、ベンゾジアゼピンの多くや、一部の抗うつ薬や、 抗精神病薬などの血中濃度を低下させる。以下は添付文書の併用禁畿に記載されている。抗心筋薬のボリコナゾールや肺高血圧症治療薬のタダラフィル、グレープフルーツジュースなどとカルバマゼピンを同時に摂取するとカルバマゼピンの血中濃度が上がり副作用が強くなるので注意する必要がある。かつては抗転換薬として、また気分は安定薬としても リチウムと並ぶ第一選択薬として広く使われていたが多様な薬物相互作用のため使いにくい薬とされたことに加え血液障害など副作用が多いためシェアを落とし副作用の少ない抗転換薬が開発されたこともあり以前ほどは使われなくなりつつあるよくある副作用としては眠気運動失調倦怠感や脱力感瞬間的な福祉めまいや 立ちくらみ、頭痛、頭も、食欲低下や、吐き気、胃痛などの消化器症状などがある。大抵の副作用は、投与2から3週間で消えるとされる。2008年、アメリカ食品医薬品局は、199の20号検試験を分析し、データに用いられた24週間では、高転換薬服用時の自殺燃料や、自殺機とが2倍に高まることを警告した。 日本でも自殺機との起用や自殺燃料を有する場合に注意書きがある。好転換薬全般に言えることであるが、連用中における投与量の急激な減少ないし中止により、転換重積状態が生じる恐れがあるため、添付文書の重要な使用上の注意にその旨が記載されている。臨床試験の範囲内で見られ、医薬品添付文書に記載された副作用は、 以下のようなものである。など、ハット・ブロム、S、ランセッタ十九、3九百六十二、柴原隆史ほか、新薬と、臨床十九、五百九、9九百七十、竹崎春彦ほか、精神医学十三、七十三、7九百七十一、樋口照彦、小山塚臨床精神薬リハンドブック第二版。 医学書院2009年かかりつけ医のための BPSD に対応する厚生新薬使用ガイドライン。厚生労働省。https www.mhlw.go.jp s ラッ stf h o u o u ス2 r 9 8 5 2 0 3 6 k h t m l 薬剤師、薬学生のための実践 TDM マニュアル、時報2004年日本臨床薬理学会、臨床薬理学医学書院、2011年、第3版、78ページ。ISBN 978から42億61万2324。カルバマゼピンマニックデプレッション、映画イドリチウムインフォーメーションセンターユニバーシティオブ。 ウィスコンシンボードオブリージェンツ、オブザ・ユニバーシティ・オブ・ウィスコンシン・システム、ディバイズド・フェブラリー、1990、ポストマルケットドラッグ、セーフティー・インフォメーション・ホー・ペーシェンツ・アンド・プロバイダーズ、インフォメーション・ホー・ヘルス・ケア・プロフェッショナルズ、スーサイダル・ビヘイビア・アンド・イデアチオン・アンド、アンティ・パレプテック・ドラッグス。US フード・アンド・ド・ミニストレーション2013年1月15日、閲覧。 テグレトール上100ミリグラム、テグレトール上200ミリグラム、テグレトール残留50％添付文書。2016年11月4日閲覧。ありがとうございます。